フランシス・エル・サリバンはイングランド・ロンドン出身の俳優。フランシス・サリバンとクレジットされることもある。1903年にロンドンで生まれる。子供の頃からシェイクスピアが好きで18歳の時オールドビッグシアターで上演されたリチャード・三世で初舞台を踏む。1929年にメニー・ウォーターズでブロードウェイデビューし、1932年に ザ・ミッシング・レンブラントで映画デビューする。チャールズ・ディケンズの長編小説、大いなる遺産の映画化作品である1934年の脱獄期と1946年の大いなる遺産で同じジャガーズを演じている。推理作家、アガサ・クリスティの友人で、彼女の原作による戯曲でエルキュール・ポワロを演じている。1950年代に入ると、 テレビを中心に活動するようになるが、その一方で1954年から1956年まで、ブロードウェイで上演していたアガサ・クリスティ原作の儀曲、検察側の承認での演技により、1955年の第9回トニー賞で演劇上演男優賞を受賞している。ありがとうございます。